お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね1コス4枚シリーズホグライダー編ということでね、公開手本がやっていこうかなと思います。でまあなんかもうホグだったら中身がちょっと限られちゃいますね。まあマスキかアーチャーかとか、まあ大砲かボムタワーとかにするのか、それともこうナイトだったりバルキリーにするのかで、またスペルがまあ1個しか入んないんで、結構しつけを突破するのがまあクエイクとかでもいいのかなと思ったんですけど、まあなんか雪玉だとまあ空とか陸にもいろいろ安牌だと思うので、まあ雪玉にしてね。でまあ回転早めたかったので、まあ3コスのねアーチャーと大砲を採用しましたと、まあいうところでやっていければいいかなと思います。いや多分ね、高回転で施設が大砲が回るっていうのはね、強いと思うんですよ。相手がゴレとか、まあ、ジャイとかエリゴレとか、まあ、バルーンとかでも、まあ、大砲を置いてから2周目の大砲が回るっていうね、なんかそういうところがね可能性を感じてます。さあとりあえず初っ端からやめて初っ端からなんかすごい相手引いちゃいましたね。エリババムートいた危ない。まあまあで、まあ、僕無限ホグですね。無限ホグで攻めます。で、とりあえずなんか、1コスなんか後ろにつけとけばいいことあるでしょって感じでね。いや、LSP のおかげで2発入る。いや、さすがにそれは LSP 神。しかも、大砲で守れちゃうっていう。で、ハンターはスケで囲んであげて、いいですね。しかもなんなら、このスケがいい。あー、やばい。あ、俺ら下手くさい。SP がバレる。ちょっとごめんなさい。今のは許して。で、まあ、雪玉とか構えつつ、まあ、エリババだったんで撃つ必要ないですね。いや、エリババ強えな。で、ヒースピが意外と厄介ですね、僕としては。まあ、チェーンさせつつ、よいしょ、しっかりね、歩かせて、で、ここでホグライダーを飛ばすと、めっちゃ強くない？なんか、今のところやばいですね。ただの優秀な高回転ホグになってる。これ、なんとなく雪玉撃って、雪玉のエイムがもうちょっと良ければなんか変わってたかもしれないけど、いやいいな。あれボコボコっすねいや大砲がでもなんか安心感ありますよね。この防衛の1コス4枚いるだけで結構防衛がね薄くなっちゃうんですけど、まあ、高回転の大砲っていうところだけで何でも勝てそう。一応ルート強制とかされるのが怖いので、なんか始めペッカとかされたら意外とペッカの外とか回ったりするとね、なんか工場が外回りして大砲に釣られないこととかあるんでね。よいしょ。でこれヒースピ飛ばせないように、でこれもう守れそうなのでこの辺でねワンチャンキングキッド狙ったんですけど、よいしょ。そう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 、いやいいですよ、いいですよ。これキングキッドできますね、言うの多分。よいしょ。ごめんなさい、ネクストから引っ張ったら間に合わないのかな間に合いそうなんですけど、間に合いそうなんだけど、もしかしたら間に合わないですね。やばい、ちょっと大変になってきた。ちょっとだけね。もう、最強大砲置きます。もう大砲置いとけばマジで多分何でも止まるっす。ん？いや、嘘。ふふふ。待って、大変すぎてやばいんだけど、このデッキ。いや、マジで高回転大砲が強いはず。僕はそう信じてます。で、大砲をちょっと延命させてあげてね。よいしょ。いや、いい。ビリ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 。雪玉。いや、雪玉はもっと防衛で使っていいですね。いつも言ってる気がするっすけど。防衛雪玉をしっかり使えば、まあ大砲プラス1コスと雪玉とかで、もうゴレとかなんか大型とかも全然守れると思いますね。さあ、どんどん行きましょう。いや、いいですね、ホグ。高回転ホグ。まあもう攻めがなんか攻めカードってはっきりしてますからね。なんか高回転のこう、まあ、ユーノとかエリババとかだと、まあ、そのカードは守れるし攻めれるじゃないですか。なので使う場面がむずいんですけど、ホグとかってもう攻めカードじゃないですか。まあ、なんか防衛ホグとかいろいろなんかまあありますけど、まあ、言っちゃえば攻めカードなので、まあ、こいつ投げるだけっていう。で、あとはしっかり守りに徹するみたいな。まあ、役割がはっきりしてるっていうのはやりやすいですね。言うのってなんかね、LSP アイスとかで近畿道できた気がするんですけどね。できないのかな？ちょっとやってみます。ISP、LSP、お、いや、できた、できた、できた。よしよしよし。いや、でかい、でかい、でかい。いや、これ、でも前半のキング起動って世界一大事なんでね。いや、これ、勝ったっすよ。相手のデッキは、まあ、ペッカ工場とかかな。ユーノゴーストの、エリババの出たリクデッキですね、これ。普通に今やばい。大砲置きます。もう楽しちゃいます。大砲置いて。ヒースピアだなー。ヒースピアですが、
いやでもキングキドマジでやばいっすね。これユキでいいや。ユキとユキがなんか微妙だったけどいい。いや待って、今回これ完封できるかも。あのノーダメージチャレンジっていうのがあるんですけど、相手今回タルババなんですよ。スペルがタルババしかないんですよ。だから今から僕攻めなくてもあの一生守れば勝てるっていうでも最後にマジガチャで射抜かれて負けるみたいなダサい負け方しそうですよね。そういうことしてると、まあまあ丁寧にねやっていきましょう。端前マジガチャだけですからね、僕が気をつけなきゃいけないのは。基本的にあとはもう大丈夫な気がするんですけどね。端前マジガチャ、まあ大砲置いとこうかな、ちょっと怖いですね。まあ、逆サイ来てもアイスピと雪玉とかで耐えれそう。真ん中マジガチャで射抜いてからとかされると結構嫌ですね、個人的には。まあアーチャーセパって、うん、マジガチャですね。本当にマジガチャ。あ、ヒースピ飛ばないで。いや、待って、ヒースピ飛んだ。俺のチャレンジ終わった。知ってたんかいって感じですけどね。あ、キングキドマジ優秀 OP。よいしょ。さあ、飛ばして。いや、これがね、怖いですよね、マジで。雪玉打った方がいいですね、こういうの、とりあえず。雪玉打って、遅延効果さえかけてしまえば、まあ、あとなんとかなるっていう。で、低めで受けないと、あの、ヒースピがやばい。ヒースピがやばい。マジで。あ、でも、キング軌道がめっちゃでかい。いや、キング軌道でいけえな。よし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 。で、ワンチャン、始めマジでちゃで射抜かれるが、まあ、それはいいでしょう。ホグ飛ばして、一発入るな。攻め抜き、いや、攻め抜きしないとこれ、いけないですね。エリババット、そういえば、あの、完封されるらしいですね。いや、鬼強いっすよね、あいつ。さあ、で、低めで受けて、低めで受けて、低めで受けて、よいしょ。さあ、とりあえず大砲一丁。ちょっとやばいな。まあ、キング軌道をできるだけうまいこと使いたいですね、僕としては。キング軌道だけね、しっかり活かして、2発 ?3 発。いや、これ逆サイですね。同サイフル固めされるんで、逆サイ攻めて、いや、これエリババで守られたらやべえか。いや、エリババ、いや、これ一発入るな。あいつちょっと遅かったですね。ちょっと、この辺で溶かしちゃいます。いや、いい。いい防衛で、アーチャーに引っ張って、よしよしよし。いや、いい防衛だ。いい防衛でしょ。これで守れなかったら、まだ何も守れねえよ。うっ!やばいやばいやばい、バカ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 。いや、でも、ダメージ、ホグプラス雪玉すれば、絶対追いつけるんですよ。あー、やばいぞー。エリババがやばいぞー。アーチャー固めていいな、これ。まあ、相手もね、もう。固め、イモろうとしてますね、相手も。ああ、せっこいせっこいせっこい。それはマジでせっこい。イモらないで。俺のデッキ相手にイモらないでほしい。雪玉打っちゃう。えい、飛べ。やべ、アーチャー4体無駄だったな。え?エリババ強くない?ホグ完封されるのはちょっと話聞いてないですけどね、マジで。まあ、前なんかすごいコメント欄でみんなが教えてくれたんですけどね。ホグ完封できますよって。あ、いや、まだいけるな。まだいけるぞ。大砲置いて。いや、なんなら勝てる。いや、マジで勝てる。いや、エリババやべえな、さっきからマジで。エリババだけだな。いや、でもここを守って、ワンチャンあります。本当にある。攻め行きして。よいしょ。おい。待って待って待って。なんかいる、なんか、ああ、マジでちゃマジでちゃ。待って、なんで俺今、めっちゃいいと思ってたんだけど、ああ。悔しいなぁ。マジアチャーに、射抜かれたなぁ。いや、これ、多分、もう一回やれば勝てます。あの、マジっす。いやぁ、悔しいね。もう一戦やりたいな、こいつと。まあまあまあ。陸、まあなんならね、大きなダメージ、多分、1個層だからもう、本当に完璧にですよね。まあそこはちょっとむずいんですけど、で、一こそ完璧にやって、守ってる時にホグ飛ばせば、確実に一発は入るんで、毎回ね、エリババ以外の時には、毎回一発は入るんで、まあエリババ来る時も、一こそ添えれば一発は入るんで、まあそういうところでは、マジで防衛上手くなりたい人、ぜひ使ってみてください、これ。防衛アホみたいに上手くなります。今のもな、勝たないといけないんですね。多分相性良くはねえけど。悪くもなさそうですね。さあ、陸はね、豊富なんでね。僕は。とりあえずこれでホグが回ったっすね。
ホグ回った。で、トルネーサイト後で、これめっちゃいいと思うんですけど。ああ、なんか来た。施設か？施設ない。あ、ボーラー。いや、いい、ヒースピー。からの、スケラー撃たれたら、いや、スケラか、バルーンかちょっとわかんないんですけど、まあ、大砲がいい味出してると祈ります。ちょっとこれね、ビリビリで、よし、いや、めっちゃいい。これで3回受けれますね。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。いやー、で、いや、マジ、バルーンかスケラかどっちかですね。スケラだったらアーチャー、マジで活躍するし、まあ、バルーンだったら大砲的でもあるんで、まあ、どっちにしろみたいな感じはある。これ、ホグ飛ばして、これアーチャー延命します。あ、待って、ミスト。待って、ミスト、ミスト。オブロブロブロ。いや、オッケーオッケーオッケー。フリーズされたらちょっとやばいな。フリーズされたらちょっとやばいけど、1コスで一生時間稼ぎできそう。いやー、いいね。強いね。アーチャーくんは強いね。で、まあ、ボーラーが多分来るけど、アーチャーとか残ってるのもったいないんでね。よしよしよし。これでまあ、一発月中。あ、なんなら二発？気合が違えな。多分、スケラだと思うんですけどね。あ、とか、スケラでしたね。何言ってんだって思われちゃいそう。多分とか言って。撃たれてるんですね、一回。で、僕はもう一回逆、もう一回攻めちゃいますね。攻めて、よいしょ。さあ、トルネードが回ってないので、まあ、大ダメージには繋がりますよと。で、一旦こっち、ちょっと来そうなんで意識して、まあ、アーチャーも出しちゃってもいいかもな。二周目アーチャーとか回して、綺麗に守ろうかな、みたいな、そんな感じではあるっすね。で、フリーズが多分来る。フリーズ来ても大丈夫な位置にアーチャーを出しつつ、よしよしよし。さあ。いや、めっちゃインドの竹も取って、あ、待って、インドの竹を取れてない。で、同サイばっか行ってるとユニットでね、イモられちゃうんで、僕も逆サイをこう、ホグとかでね、飛ばしていきます。さあ、いや、ノーダメトルネード。いや、でもこれ、めっちゃ強いかもしれねえな。さっきの負けたのはほんと悔やまれますね。さあ、ホグ出して、この回復からのアイスピでね。さあ、一発。さあ、この辺ちょっと大変になってくるところですね。僕はどっちをどうしようかっていう。さあ。で、ここでホグを飛ばしてあげることによって、まあ、フリーズ打たれたら雪玉防衛ですね。雪玉防衛して、あ、でも、やべ、スケラがめっちゃ外から湧くようになってて、結構痛いですね。ホグが入ってる。しかも今トルネード使って、もう一回ホグ来るっていう。さあ、鬼高回転ホグでございます。これグッドゲームですね。いや、まあまあまあ、相性がね、完全に雪ですね。アーチャーがね、スケラに強すぎるのと、トルネ持ちにもこうやって高回転で勝てるのはね、いい話ですね。本当にいい話。大型止まるかっていうぐらいですね。もう大砲と、エレスピと、アーチャーと雪玉、うまいこと使えれば。陸デッキな、リベンジしたいけどな。エリババを持ってる時にホグを飛ばさないようにすればいいんすかね、多分。単純にカウントを切るだけなので、でも相手に後ろから居もられるから、まあ飛ばすとしても、1コスを絶対つけないと、完封されて、アドになっちゃうっていう感じかな。とりあえず、まあそんな感じでね、マッチングした。さあよろしく。相手韓国人なので、スケラかな。昔はありましたよね。なんかそういうのが。なんかスケラーって、まあ、ぼちぼち使われてはいましたけど、なんかめっちゃ使われてるカードっていうわけではなくて、なんか韓国人がめっちゃ使ってた。もう韓国の人といえばスケルトンラッシュみたいな。なんかそういうなんかね、なんかイメージ的なのがあったんですよね。そう。なので、もう今回の相手は違いそうですね。さあ、とりあえず大砲をよこして、俺に。大砲をよこしてもらい、とりあえずね。いや、これ雪玉打った方がいいな。あ、マスキーがやべ。マスキーやんちゃすぎ。やば。待って。痛い。これあれっすよ。マジで。訴えたい。大砲よこせよ、初手にって訴えたいですね。まあ。こんだけで抑えられたんでいいでしょう。で、今回相手は、ゴブスパ。かな。スパーキーっぽいですよね。あ、来ましたね。なんか逆サイド飛ばすかすごい悩みなんですけど、一旦4アド取られてんのかな、知らんけど。4アド取られてる臭いので、防衛します。よいしょ。なんか、ラグいね。ラグいね、君。よいしょ。さあさあさあ。いや、ラグいっすよね。気のせいかな。で、これ悩むな。まあ、左サイドでいいかもしれないですね。右にホグ出しても、
次からスパーキー右に合わされるだけだと思うんで、まあ、一回こっちもね自由にプレッシャー与えつつ、スピー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 系で多分スパーキー抑えれますね。ここ無事できたら嫌だな。雪で抑えれる。衝撃遅くなったんでね、まあ、マスケもエレキも加砲、マスケとスパーキーが衝撃ですね。衝撃加砲されたキャラって結構弱くなりますね。まあそれがスパーキーですね。うん、でかいですね加砲は。でこれがマジで一旦逆行きつつ、うわーやばいことになってきた逆行ったのやったかもしれない。うわめっちゃいいなそのゴブジャイ。まあ、LSP で受けて、ISP でも受けて、もう一回ね、受けて、あ、待って、あれ入るかな？いや、入らんでしょ。あ、入ってる。まあ、こんぐらいはいいでしょ。で、相手がどっちに、多分右にスパーキー出すと思うので、あー、全然違う。ごっついの来た。ごっついに来たな。いや、攻め切っていいのかな？ちょっと悩みますね。そう、積極的に攻めてくる。で、レイジなんで別にユニット固めてもいいですね、僕は。いや、めっちゃ強い。いや、めっちゃ強い。おい。いや、いい延命からの。いや、ここでアーチャー残ったんで、相手もまた難しいですね。お前どっちに来るってなってるんで、こっちって感じで、エリババが来た時に突破するように、シースピ系も添えて、いや、これ、や、めっちゃいい雪玉。あ、待って、殴んねんだよ、そこで。めっちゃいい雪玉だけど、ピンチ。ピンチでもあるが、耐えれそう。雪玉ですね。防衛雪玉、マジで一生しとけばいいだけですね。気づいた。防衛雪玉、OP ですね。からの、今右行ったらスパーキー来るんで、逆サイですね、これは。うん。で、多分、エリババがね、コストない、いいですね。いいですよ。非常にいいですよ。まあ、ちょ、セパして、あれの前に来ないですね。来なかったら、まあなんか、ビリビリ系でいけそうですね。よいしょ。やばい、待って待って待って。いや、あれ、衝撃遅くなってる。危ねえ。加砲されてなかったら終わってましたね。どっちに、みんなスパーキー当てるのむずいぞ。でもこれで、もうビリビリ大量で、何が来ても、相手がザップだとね、この、追加ビリビリ軍団が最強というわけでね。いや、いいですね。スパーキーでも加砲されたのめっちゃでかいっすね。はい。という感じで、今日公開トングやって、一回負けちゃったの辛いんですけど、ぜひね、あれ待って、その時に勝ったんだ、一回。やばい。ちょっと中身、ゴーストとかが違いますけど。まあ、そんな中でね、ぜひ、こちら公開動画やってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。